実はこの15年かけてやってきたことは、この思考は現実化するというナポレオンヒルと35歳までに必ずやるべきことということ、こちらですね。こういう感じで、15年かけてやってきてます。やっとですね、こういう感じで、で何年目かにですね、一旦1年間だけ全部英語で、そう、英語で1年間だけね、こう日記を書いてたこともあるんですね。ずっと英語で。でもあのニュアンスがね、全然出せなくてやめましたね。これです。さらに言うと、98年などは、このマイブックっていうのが始まる前ですね。マイブックが2000年から始まってるんですけど、前はこの98年で、こうやって日記を書いてますね。あとですね、旅行中にね、書いたもの。2006年とかね、に書いたものもあるんですよ、これ、で、こう、なんかこう、どうなりたいかっていう、どうしたい、なりたい自分っていうのをね、ずっといろいろ書いてます。こうやって、2006年とかにも。さらには、こういった感じで。99年とかですね、はい、これはちょっとした時に書いた文なんですけど、ちょっとですね、あるインドで、事件というかその時に書いた文章です。まあ結構これが一番の、もしかすると宝物かもしれないですね。2008年の。こんな感じです。自分の弱さを知るには失敗が正確な物差しとなる。だから失敗は自分の弱さを正す機会を与えてくれる。その意味で失敗は常に恩恵である。10回以上失敗してなお努力を続けられれば、あなたの心には天才が芽生え始めている。悲しみは人間の最高の感情である。愛情とよく似ている。悲しむことのできる能力はそれだけでその人の精神的質の深さを示している。あなたはたった一つのことを除いて全てコントロールされている。たった一つのこととは思考である。人類が知り得る事実の中でこれほど重要なものは他にあるだろうか。そう、人生ではよほど慎重かつ大胆に企画し、かつ行動しない限り、希望するものを確実に手に入れることはできない。この世の中には代償を伴わない成果などないとかね。これね、成功は成功を確信する人のもとに訪れる。少しでも失敗を意識すれば失敗する。今後実現のための6か条とか、これすごく何回も書いてましたね、そういえばね。何を差し出すか決めて、迷わずすぐ行動にする。最終期限を決める。紙に書く。なるべく大きな声で読む。自分に信じ込ませるとか、ね。やっと15年ですね。やっと15年で、このあたりのことが、できるようになってきました。やっと本当に長かったですね。長かったっていうか、まだあれなんですけど、やっとこれでスタートラインっていう感じです。はい、この2000年からのバッグ、おそらく一番の宝物かもしれないですね。これ一番の宝物。15年です。はい、で、本日の一本ですね、これ。オンビートって言います。まあ、日本のなんですけどね、すごく軽くて、まあ、ネジがない。ちょっとね、今時のデザインとは違うんですよね。今はもう、クラシックが流行ってるんで。ただ、メガネとしてはとってもいいです。これ、香港の一番のセレクトショップにも置いてあります。日本でどこに置いてあるんですかね、ちょっとよくわかんないんですけど。あと2ポイントで、レンズが独立してるんで、フレームと。
ツーポイントって結構よくここが緩むんですけど、それもないですね。これだったら、うん、いいメガネなんですけどね。ちょっと今の流れとは違うかも。オンビート。